本業は、イラストレーターのサイバー系ギャ、デデさん。派手なメイクに長い爪の彼女は、は20歳まで一切メイクをしたことがなかった。言う。ギャルにしては、遅いデビューだが、なぜ、さ、ギャルに目覚めることになったのか。ギャ、になった権威を、デデさんに聞いた。全2回の1回、後編を読む。デデさんが、一躍有名になったの。月曜から、夜更かしに出演した時だと伺ったのですが、 それから反響はありましたかで、ありました。インスタのコメント欄で、夜不可の人ですよね、とか、YouTube のコメント欄でも、夜不可で見た子かなって、たくさんの人から言って、らえました。フォロワーさんも増えたのでき、買ったですね。ででという名前の由来は何、しょうかででよく聞かれるんですけど、私、グムが好きなんですよ。グアムの地名にででドあって、 そのデデドからデデを取ってます。響きがすごく可愛いなと思って。デデさんは数前まで全くギャルじゃなかったんですよね。で、そうです、かっこ笑い。ギャルについて、全く知りません。でした。普通のギャルさんって中学生からあげルだったとか、ギャル雑誌のエックやラン好きを読んでいたか、そういう方ばっかりですよね。私は一切にルについて知らなかったし、 メイクも20歳まで、たことなくて、一生メイクもオシャレも恋愛しない、もう女なんだろうなって思っていますし。ギャルに目覚めたきっかけは何でしょう。でで20歳を超えたら、化粧しなきゃいけない、み、いな風潮ってやっぱりあるじゃないですか。風がオシャレしたいっていう気持ちではな。て、マナーとして、化粧はするべきものなんだ。って思い始めて、ちょっとやってみようって思えた時に、ナチュラルメイクをやってみたんで、ね。 その時流行っていた猪狩メイクをした。ですけど、恐ろしいほど似合わなくて。